シフターがなくなっちゃってさこのシャツがもう汗で染まるぐらい、うん、Ride the Shovelhead。 お疲れ様です。お疲れ様です。今回もよろしくお願いします。お願いします。車両をね、最近なんか買ってくれる方というか、うん、そういうケースが多くて、うん、で、初めての方とか、うん、新しいの乗ってたけど、うん、古いのに乗り換える、うん、みたいな話とかもらってやってるんですけど、うん、最初ね、自分なんかでも乗れますかみたいなお話とかさ、うん、よくもらったりするわけでね、うん、心配されてさ、うん、そういうのとかどう思います？いや、自分もそうだったからね、うん、まあ、でも一番最初ハーレー買った時って、まあ、20歳ぐらいの時か、うん、何の心配もしてなかったの、逆に、うん、怖くなかったっていうか、うんうん、まさか壊れるなんてっていうことはみじんも俺考えてなかった、あのお店で買うんだから壊れないでしょぐらいの感じで、だけど乗るにつれてあれおかしい、あれ調子悪いった90年代の話でしょ、うん、90年代の半ばの話で、うん、乗るオートバイは81年だったでしょ、うん、だから、まあ、せいぜい十何年落ちのバイクってことだよね、うんうんうん、今と状況は違うよ、ね。まあ、今2022年で、80年のオートバイだったら40年前のバイクを乗るっていうことですよね。うん、そうだね。うん、でまあその初めてのさ、うん、人が多かったりするわけね。うん、でそういう中でとってもありがたい思いなんだけど、うん、まあ自分としては安心してもらいたい。うんうん、まず。で情報がたくさんあることで混乱しちゃうみたいな状況の人いらっしゃるんですけど、うんうん、その前にこう経験がない少ないわけだから、うん、経験することの方が最も大事なんじゃないかなと思うわけ、うんうんうん、失敗も成功も含め、うんうんうん、成功してたとしても失敗しないとそれが成功だったかっていうのは分かんないわけだから、うんうん、ずっと続けていってさ、うん、技術の道もさ、うんうん、自分がしたことが間違いだったっていうのは、うん、間違えた時に分かるんだよね、うん、失敗になった時に、うん、だからチャレンジする気持ちとか、うん、やっちゃうっていうのがなくなっちゃうと、うん、なんか面白くなくなっちゃって大変に感じちゃう、うん、趣味なのに何か悩みになっちゃったりとかして、うんうんうん、そういうケースとかさたまに見受けるわけだな、うん、自分が言いたいのは趣味だしなんか楽しいことなはずだから、うん、感覚を大事にしてほしいんだよな、楽しむっていう感覚を、うんうん、感じるってことをさ、キックでかかるかかかんないかとかさ、うん、なんかオーバーヒートするかしないかとかさ、うん、あとは上手にキックできるかとかさ、うん、そう楽しんでやってくれたらいいじゃない誰もそのさ、なんか俺なんかあれですよ、得意げに語ってるように見えちゃうかもしれないんだけど、最初からこんなんじゃないんだから自分自身も、まあ前もね、動画で俺使ったかちょっと定かじゃないけどさ、若い時にさ、なべちゃんが渋谷で延々とキックしてそう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 みんな、ね、しかもあの一番広いさ、車も人もブンブン通るところでさで有名なお店の前でさ、1時間ぐらい蹴ったかな、汗でびしょびしょになるまでみんなあるかな、ね、そう、うん、でもそれも経験じゃないですか、うん、で、こう、笑って話せるわけじゃない、うんうん、あの10キロ押したとかさ、うんうんうん、10キロぐらい押しますよ。押すね、俺もガス欠で高速押した、うん、だからちょっと押しただけでさ、なんか簡単に値を上げないでほしいかないや、その競争しろって言ってるわけじゃないけどRide the Shovelhead。 前だはさ、その市場でさ、スーパーグライド、ワイドグライド、回スーパーグライド、まあこういうあれだからお話ししちゃうけど、うん、お恥ずかしい話だわ、うん、言ってみたら、うんうん、まあ、全然違う形にさ作り変えたわけじゃない、うんうん、カスタムしたスプリンガーがついたワイドグライドでさ、うん、それをスーパーグライドのルックスに変化、うん、カスタムしたわけじゃない、うん、でいろいろやってミッドコントロールとかも作って、うん、で一通り終わって試乗するわけですよ、うん、で初めてのお客さんなんで、まあ、ちょっと走ってトラブル出して渡したいっていうのもあったし、なかなかさよくってさ調子こいちゃうんですよ自分は調子こいちゃうんですね、こう
感覚の人なんで高まってきちゃうんですよ。ご存知だと思うんだけど、ポンちゃん、はい、興奮してきちゃってさ、乗っててさ開けちゃうんだよね、楽しくて。そしたらさ、まあ、ローギアードの、ま、せいもあって、エンジン回転がすごい高くなっちゃうわけよ、うん、そうするとさ、振動が少ないエンジンとはいえさ、やっぱりビリビリするわけじゃん。ほんでシフターがなくなっちゃってさリンクをつないでるボルトがあるんだけど、うん、それが飛んじゃったの。ボルトが緩んでミッションのとこに止まれる。そう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 、うん、4速でバーッって詰まってきたから、うん、ブルンブルンってこうシフトダウンしたことした時に、あ、シフトダウンしてエンジンブレーキ使ってくださいね、うん、使わないっていう話とかもよく聞くから、うんうん、バルーンバルーンってこうシフトダウンしてエンジンブレーキをかけて減速してってやるんだけども、その時にもうシフトレバーが下がりきっちゃって全然こう手応えが足応えがなくてあってなってブレーキだけで止まんないじゃん、止まんないけどなんとかさ左の方に避けてさ、2キロぐらいある、2、3キロで、その途中に川もあってさ橋もあってさ、うん、登んなきゃいけないんだけどさ、うん、一人でさ、このシャツがもう汗で染まるぐらい、うん、でしかもシフトできないから、うん、手で何回も動かしたけど動かないんで、うん、こっちずっと握りっぱなし、あーそっか、4に入りっぱなしだからでさ、そういうのもさ、バカな話で恥ずかしい話だけど、うん、お店帰ってきて、うん、すぐにボルトを出してきて、うん、ブッシュも飛んでなくなっちゃったから、うん、ブッシュも持ってたから出して、うん、6体と間違いなく塗ってつけて、うん、それおしまいで、まあ僕が言いたいのは、なんかそうやってなんか起きちゃっても、うん、お友達とかとさ、なんかバカ話でさ、うん、お酒とか飲みながらでもいいけどさ、なんか楽しいじゃないですか、うん、そういう風になったりで、それが経験で、あのこういう時はこういう可能性があるとかさ、うん、乗ってる時に見れないじゃない、うん、どこって。でも手応えがないから、うん、トランスミッションなのか何なのかとか考えるじゃん、うん、一瞬で、うん、一瞬で考えて判断しないとぶつかっちゃうから、うん、事故が起きちゃうから、まず自分がさ安全にっていうこととかが第一で、で横丁行って止めて、その後見ればさ分かるわけじゃない、うん、そういうのもさ、それぞれ全部経験じゃないですか。Ride the shovelhead。で、初めての人だったらさ、キックするとか、取り回しがどうだとかさ、そういうところからスタートしてさ、不慣れで当たり前じゃないですか。だけどもそれチャレンジするっていうかさ、知っていこうとする思いっていうの、やっていこうっていう思いとかさ、そういうのがなくなっちゃったら、乗れないわけだよね、うんうん、そこも一つの言い方変えれば情熱なわけじゃない、うん、バイクが好きだとか乗りたいとかっていうさ、うん、それも消えちゃうわけだよな、うんうん、まあだから初めての人がさ、うん、最初はキックがね不慣れで当然だから説明するじゃないですか、うん、で説明してもなかなか上手にできなかったりするわけだよね、うん、頭で分かっても体を動かすっていうのと、うん、体で動かしてそれをバイクにその力を伝えないとかかんないわけじゃん、うん、タイミングもあるじゃん、うん、手を合わせたりとかするわけじゃん、うん、スロットルワークって形、うん、その前の予備動作、うん、カラキック的なこと、チョークでガスを食わすこと、うん、そういうのが全部連動してかかるわけじゃん、うん、言葉にするとそんななんだけど、なんかややこしいけど、うん、それってみんなやってんじゃん、うん、誰でも、うん、そうしないとキックではかかんないわけじゃん、うん、それと別問題でエンジンの調整が合ってる合ってない、調整が引き出されてるっていうのがあって、そっちはこっちの両分なわけだよね、バイクやプロので、そっちはさやってるわけじゃん、それでもかけられるかかけられないかってこうやっぱ枝分かれしちゃう、分岐がある。でそこでやっぱり経験っていうことだと思うんだけど、でそんなのをビビっちゃなくていいっすよ、本当にいいっすよ、ビビっちゃなくて、だって絶対上手くなるから、うん、それが一番言いたかった、うん、最初はおっかなびっくりやってた人が、
お家でさ、お家帰ってさ、やるんだよ、やっぱり。そうでしょ。で、次に会った時には、やっぱ上手にみんななってる、うんうん、バイクの押し引きも、取り回しも、うんうん、こっから出ていく様も、だんだん様になってくるわけですよ。うん、だから、なんか、どうのこうの口で言うよりも、やってく、乗る、うん、買うのもそうだけどさ、うん、何々がどうだからとか、マッチングがどうだからとかさ、うん、言ってるけど関係ないっすよ、うん、全然調子がいいか悪いかっていうのを見極める力とか、うん、価値があるかどうかっていうのを見極める力とか、うん、ね、うん、どんどんその価格とどうかとか、そのお店の人間性がどうか、うん、力量がどうかとかさ、そういうところでさ相対的に判断するわけじゃん、うん、で選んだのはその買うご本人さんなんだからさ、うん、それ好きにすればいいと思うんですけど、うん、型にとらわれなくていいんじゃないですかね、うんうん、楽しいはずのものだから、うんうん、そう思いますよ、うん、なんかまた生意気言っちゃってるんですけど、うん、まあ買う方もね、決して安い買い物ではないからさ、うん、慎重になるのはわかるけどね、うん、自分を信用するのかお店を信用するのか、うん、どっちかに振り切るしかさ買えないわけでさ、うん、そうだね、うんで振り切った結果はね、それ自分が決めたんだから、うん、信じ抜くしかないよね、うん、いいじゃん、そうだよ、うん、壊れちゃった、なんだよ、何百万も払ったのって言うなら、まあ、そこを離れて違う店にさ修理出せばいいしさ、うん、でもここなら直してくれると思ったんだよ、買った店で直してもらえばいいし、うんね、そうだね、ちょっとやっぱ気持ちが揺らぐのも分かるんだけどな、ただ信じないとな結果が返ってこないから、うん、まあまあバイクに限らずさ、人間関係もそうだけどさ、相手を信じないと、うん、そうだね、うん、そうだね、盲目的になっちゃうのも違うけどね、うんうん、どっかで委ねるときは委ねないとさ、うん、キリがないもん、そうだね、うん